あ、あったね、歌う。あ、歌えたね。じゃあ、サブミッションが一つ。サブミッション、サイドミッションか。と、エルゴーナに二つ。ハビーナはない。ガバナにもないね。うん。じゃあ、とりあえず、うん、なんかすげえ中途半端だけど、一個やっとくか。とりあえずね。リザとかやシシーとか閉じ込められちゃったじゃん。閉じ込められちゃったのかな。なんか最後なんか帰ってきてた感じあったけどね。ちょっとこっちの方行ってみてもいいかな。まあちょうどそっちの方向だし、リザとかシシーとか、シシーだったら多分この辺に。うわっ、敵さんいるよ。おいおいおい、うわ誰もいないんじゃないこれ、もしかして。うわ、みんな高速下げちゃったのかな、もしかして。うわー、あらら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 、あらららららら、じゃんこれ。待って、ちょっと待って、あいつだけいるんだ。お前何しとん、お前だけいんのかよ。お前はいるのか。普通になんか、え、俺には関係ねえけどみたいな感じで、カーでいたね、今ね。フィーもいるね。お、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 どうした。じゃあ、サイドミッションやろうか。写真じゃねえな。こうね。サイドミッション。おー、壊してくれ。俗有名作家の密かな楽しみ。あー、なんかあったね、そういえば。あれ、この人確か本の編集さんだよね。編集さん、お久しぶり。いた、よかった。あなたのこと探してたの。その慌てぶり、もしかして、また作家さんが？そうなの、逃げちゃったの。それも今回は締め切りじゃなくて、表彰式から逃げ出したの。なんで？表彰式って、もしかして、この前の小説が賞？そうなのよ。なのに先生ったら新作の取材だとか言って。お願い、表彰式が始まる前に先生を見つけてほしいの。もちろん協力します。私がモデルになった小説の表彰式だもんね。オンに切るわ。じゃあこれ新作のあらすじよ。また何変装してんの。序章、ある朝、男は街の様子に違和感を覚える。二
普段通りの町なのに何かが違う。なんと町の人々は黒虫に支配され肉体を乗っ取られていたのだ。第一章、男は人気のない路地裏に身を潜め黒虫人間の観察を続けた。黒虫人間たちは皆一様に腕を上げ空を指し示していた。それが彼らの習性だった。第2章、男は黒虫人間の仲間のふりをして難を逃れる。第3章、男は広場に用意した船で町からの脱出を試みる。しかしそこにはすでに黒虫人間が。はっ、最後まで読んじゃった。でもまだ書きかけ。そうなの、先生はいつも結末で悩みすぎるのよね。それでね、これが今回の主人公よ。この姿に変装しているはず。はあ、どうじゃ。わかりました。前もちゃんと見つかったし余裕ですよ。ラッフェ。そうだといいけど、なんだか最近先生の様子がおかしくて。様子がおかしいのは前からだと思いますけど。そうよね。じゃあよろしくね。私は広場の方を探すわ。容赦ねえな、あの女。あらすじによれば、主人公は人気のない路地に隠れて黒虫人間を観察してるはず。人気のない路地ね。下の方とかかな。階段を降りて、カメラワークが、ああここね。この辺りとか怪しいよね。小説の一章は、男は人気のない路地裏に身を潜め黒虫人間の観察を続けた。黒虫人間たちは皆一様に腕を上げ空を指し示していた。とりあえず探すべきは路地裏で何かを観察している人かな。路地裏で何かを観察している人ね。そんな都合よくいるかな。お前似てるな。似てるけどちょっと違かったね。路地裏じゃないしね、まずね。お前は？何かを観察している様子。さては、作家さん見つけた。君はまた、君はこの前の奇跡の少女。君はまだ奪われてはいないんだな。何のこと？そんなことより早く表彰式に。それどころじゃないんだ。僕は恐ろしい事実にたどり着いてしまったんだ。この町の人間はすでに黒虫に奪われてしまった。この顔である。確かに今回の小説はそういう設定でしたね。頼む、僕の言葉を信じてくれ。これは人類の危機なんだよ。作家さん、確かに前と違うな。なんだかすごく真剣。わかった、信じてくれなくてもいい。ただ頼みがある。黒虫人間の証拠写真を撮影してきてくれ。この下のテラスの近くで黒虫人間がうろついている。そいつの写真を撮るんだ。写真を撮ってくれば表彰式に出てもらえるんですよね。いいか、物陰からこっそり撮るんだぞ。仲間じゃないと気づかれると襲われるぞ。わかったな。はあ、またなんか厄介事だね。
いるわ。あれ？あの人たちのあの動きって、確かあらすじになんか書いてあったよね。クロムシ人間たちは皆一様に腕を上げ空を指し示していた。あらすじと一緒だ。じゃああの人たちがクロムシ人間？まさか。これは作家さんの作った嘘のお話のはず。でもなんか気味が悪いや。一応見つからないように気をつけて写真を撮ろう。こんなズームインしてさ、あ、ズームイン、怖っ。この辺よし。めっちゃ撮っちゃった。写真は撮れたけど、さっきからあの人2人あの姿勢のまま動かない。まさか作家さんが言ってたこと本当なんじゃ。クロムシだ。あんなに近くにいたのに人を襲わなかった。じゃあ、あの二人は本当にクロムシ人間？どうしよう。作家さんの作り話が本当になってしまった。とにかく、作家さんのところに戻らなくちゃ。作家の元に戻れ。どういうことなんだろう。なんかありそうだけどね。へいへい。作家さん、見ました。確かにクロムシ人間でした。どうしよう。落ち着きたまえ。真実を知った時ほど冷静に対処せねばならん。奇跡の少女、僕に協力してくれないか。人類のために共に戦おう。このあらすじには僕がこれまでに調べ上げた事実を書き加えてある。これと君が先ほど撮影した写真を編集に届けてくれ。そうすれば忍び寄るクロムシ人間の脅威を町の人々に伝えることができるはずだ。写真これですね。わかりました。待ちたまえ。君は能力を使うな。それは危険だ。君はクロムシ人間の仲間でないことが奴らに気づかけてしまうぞ。走るのも危険だ。奴らは常にゆっくりと歩き、人混みに紛れ込むのだ。クロムシ人間になりすまして、編集の元までたどり着くのが一番安全な方法だ。奴らに遭遇したら、空を指さし仲間のふりをするんだぞ。タイミングを外したり、違う動きをすると奴らに気づかれるぞ。わかりました。ごくり。僕はここに残って、他に生き残っている人間を探す。奇跡の少女よ、必ずまた会おう。互いに人間のままで。マジで？クロムシ人間になりすませ。クロムシ人間になりすまし、目的地を目指しましょう。途中でクロムシ人間に出くわしたら、モノマネをしてやり過ごしましょう。バゲたら最後。何をされるかわかりません。あ、ちゃんとあげたね。あ、なるほどね。走れないよ。私仲間だよ。そんなことある？そんなたくさんいる？嘘でしょ。これは上かな？なんか怖いんだけど。
本当に怖いんだけど。え、よし、よしよし。急にさ、急に振り返ってくんだもん。まさかお前も？な、何？何？ね、流行ってんのこれ？実は流行ってるとかじゃないのこれ、このポーズ。何なんだよこれ。さあ、あと40m。あ、え、ちょっとちょっとちょっと、編集さんいた。編集さん、やっと会えた。大変なんです。作家さんが考えたはずの黒虫人間が本当だったの。あ、これもうやばいやつだね。あの編集さん、あーやばいわこれ。あ、やばいやばいやばい。ダメ、我慢できない。あー、おかしい。黒虫人間の脅威、一世一代の大芝居、大成功だ。芝居？まんまと騙されたね、奇跡の少女よ。この騒動は僕が仕掛けた町ぐるみの大芝居だったのさ。あーあー、前回君に僕の変装を全て見破られただろ。あれが悔しくてね。君が騙されて驚く顔を見たかったんだよ。いやー面白かったよ。うー、嘘つき。ああ嘘だよ。まだ私を騙そうとしてるんでしょう、この黒虫人間は。あ、いや、私は絶対に騙されたりしない。うむむ、彼女の物語への没入ぶり、これは見事だ。ちょっとやりすぎちゃったんじゃないですか先生。やっぱりだ、みんな黒虫人間なんだ。騙されるもんか、お前たちの仲間になんか絶対にならない。違う、あれあれ、後ろ。出たな黒虫、お前が町の人を奪って黒虫人間にしたのか。許さない、お前たちを倒してみんなを元に戻すんだ。うおー、まあ、ぶち壊そう。おいおいおい、まあまあまあ、待てよ。よし、オッケー。みんな元に戻けたよね。作家さん、編集さん、大丈夫？素晴らしい。最高の結末だよ。さすが奇跡の少女だ。少女が命を懸けて黒虫を倒し、町を救う。なんて熱い展開だ。これこそ大衆が求める娯楽性そのものだ。新作の結末ができたぞ。よかった。いつもの逆さに戻ってる。しかし本当にクルムシが出たのは予想外だったな。さすがの僕も本物のクルムシを雇えないよ。偶然の奇跡だったよ。
ちょっと待って、どういうこと？いや、だから最後のクロムシは本物だけど、あとは全部お芝居だよ。やっと。どこからどこまでが嘘なの？何度も言ってるが、本物のクロムシ出現以外は全部嘘のお芝居だ。随分と金を使ったよ。技師に頼んで超高性能なクロムシ着ぐるみも作ったし、それ見てねえな。はあ、やっとできた。クロムシ着ぐるみの中かなり暑かったですよ。な、中に人が。いやー悪かったね。クロムシ役の君には謝礼を多めに出しておこう。それでは皆さん、ご協力本当にありがとうございました。もう解散していただいて結構です。お疲れ様でした。ごめんなさいね、驚いたでしょう。これに協力しないと先生がうちと独占契約をしないってごねるから。やっと。驚いた。でも嘘でよかった。クロムシ人間はいないんだ。君を観察したおかげでこの小説の構想もかなり固まったよ。ありがとう、奇跡の少女よ。君は僕の創作の女神だ。では先生、まずは表彰式、その後すぐに新作の執筆に入っていただけますよ。先生専用の特別室、いつでも開けておりますわ。うふふ。そういうのいいから、自宅でちゃんと書くから。書くから。騙されたのは悔しいけど、小説のモデルになるのはちょっと嬉しいかも。次は私が読んでも眠くならない面白い話になりますように。そして何事もなかったかのように。はあ、あれは何？あ、あのジェスチャーできるようになったな。ほう、まあ結構凝ったお話だったね今回はね。じゃあ今回はこの辺にしときますかね。よし、じゃあまた次回。ありがとうございました。